分科会を再開いたします、休憩前に引き続き質疑を行います、それでは西野委員。私からは、家庭用火災報知器の普及拡大ということで、質問させていただきます。家庭用火災報知器については、消防法が改正されて、新築には2006年にで、既存の建物には2011年6月から設置が義務付けられたというふうに思ってます。 で現在はどこまで設置率が上がっているのか、そのことを最初にお聞きしたいんですが。海垣部長、はいえー、住宅用火災警報器の、えー、現在の設置率についてでございます。えー、条例適合で、えー、設置をいただいております世帯が、えー、81.8%でございます。 あ失礼いたしました、81.9%でございますで、一部設置等をいただいております世帯が91.1%でございます、これに関しましては、本年6月末現在の集計となってございます、以上でございます西野委員かなり進んできているなというふうに思いますが、まだもう少し設置が100%にはちょっと至らないということなんですね。 あの消防局のホームページを見させていただきますと、まあ、4年前のデータではありますけれども、住宅火災件数が101件のうち、火災警報、えー、警,警報器の設置が効果をしたのが74件ということで、えー、出てました。かなりの効果があるなというふうに私見て取りました。そしてまた65歳以上の高齢者の住宅火災による死者数について。 914件のうち611人が、えー、亡くなっていると、えー、66.8%が高齢者だというふうにも出ておりましたそして2010年のデータで火災1件当たりの被害が焼失面積と損害額でどちらも火災放置器設置の場合は未設置の場合において約3分の1で済んでいるというふうにも 出てておりまして防火はできなくても火災が発生した場合に避難しにくい高齢者だとか障害者のおられるご家庭に命を守るための火災警報器この設置はやっぱり重要だなというふうに思いますしこの重要性をねさらに皆さんにあの周知していただくその必要があるんじゃないかなというふうに思います。最低台所と寝室階段への設置義務になっておりますし、えー こういったことの周知だとか、また火災報知器の設置について、特にこの間、強化をされているというふうな努力をされている取り組みというのがあれば、あ教えていただきたいんですか。今、議員が申されましたとおり、住宅用火災警報器に関する走行事例等につきましては、 市民の皆様方に設置指導をさせていただく際に、情報として提供をさせていただいておりますし、また、一軒一軒家庭を訪問した際に不在等でおられない場合には、住宅用火災警報器の設置、表面が設置になっておりまして、裏面が交換を促すような形のリーフレットを作ってですね、 不在時にはそれを活用して PR しておるところでございますまたホームページ等でも紹介をさせていただいております以上でございます西野委員あの約10年前にね、私どもの自治会でも共同購入ということで私も購入させていただいたんですが10年経った今あもうすぐ取り替えの飽きませんよというふうなことでの指導先ほども少しお話ありましたけれども そういったことはされているんでしょうか共同購入いかがですかみたいなことは梅垣部長 <laughs> はい、えー。自主防災会の連絡会等が今現在、えー、京都市全体でも結成をされておりますし各行政区でも結成をされております、えー、そういった機会を通じまして、えー、以前と同じような共同購入をされても結構でございますしまた、えー、私どもが、えー 本年3月から実施をいたしました、新しい集団新方式によります集団購入等をしていただいてもいいというような選択方式の中で、今現在、設置をしていただいておるところでございます、以上でございます西野委員すみません、その新方式というのは、どういった方式なんでしょうか。梅垣部長 新方式と申しますのは、今までどちらかといいますと自主防災会、自主防災部長の負担が非常に大きいというようなお声を頂戴しておりましたので、その仲介をさせていただくのが、消防職員というような形の中で、設置促進を図ろうとするものでございます。以上でございいます西野委員あの仲介というのは えどういうことなんでしょうか、ここにこういうふうに買えば安いものがありますよとか、そういう仲介なんでしょうか、ちょっと理解ができないんですが、もう少し詳しくあ失礼をいたしました。えー、例えば、えー、自主防災会長様のほうが、えーまあえー、何世帯、何百個の住宅用火災警報器が欲しいというようなご要望を消防署の方にいただきましたら、その情報を、 京都市設備協会の方に提供いたしまして、その設備協会の方から、それにふさわしい業者の方が、何社か見積もり等を提出してまいります。それをまた自主防災会長様の方へお持ちいたしまして、どちらのところで購入されますかっていうような手法を取るものでございます。以上でございます西野委員 分かりましたそれでまああのあまり自主防の会長さんだとか町内会長さんの負担をあ負わさないっていいますかちょっと負担を軽くしていってるということなんですね。それであの、まあ、取り付けっていいますか更新がね進めばいいなというふうには思いますけれどもあの約10年前に市営住宅にもね設置がされました。それ最初はは設置にに、国の補助で、ね、えー、全世帯に つけられまして1世帯3箇所の設置が個人負担なしでこれつけられたんですねしかし10年経って電池切れの時期になってますけれども市営住宅は2回目からは個人の負担だということになって自己負担でつけなければなりません1個約2000円から3000円しますし設置費用も必要になるわけですで、まあ、2箇所付けるとしても 円円から 7, 円必要で負担が重くなっていますただ不営住宅だとか UR は大家の責任だということで全部取り付けられてねしかし市営住宅は個人負担で取り替えが必要になりますから住んでおられる方からは負担が重いと大家の責任で何とかならないか取り替えてほしいという声がねいまだに多くあります。 家主である市の責任があるんじゃないかというふうに思うんですがあ全世帯につけていくということではねやっぱり消防局が積極的に、えー、都市計画局にも働きかけるということが必要だと思うんですがこういう今の京都市の立場ね、えー、市営住宅の住民の皆さんは自分の責任でということでいいのか消防局の立場から見てどんなふうに認識されますか 消防局といたしましては、住宅用火災警報器の設置に関しましては、所有者、管理者、占有者にご指導をしておるところでございます。で所有者側等が、まあ、例えば契約時とかですね、取り付け時に相談をされてですね、まあ、それにつきましては、占有者負担。 と決められたというふうに京都市の都市計画局の方からは聞いてございますでまたそれに対しまして都市計画局の方では非常に安価な値段で購入できるような協定等も結ばれたっていうふうに私どもの方では聞いております以上でございます西野委員あの安価な値段とおっしゃいますが あの今先ほど私が申し上げました1つ2,000円ぐらいというのが安価な値段なんですねだからやっぱりかなり負担になりますであの保健福祉局はね生活保護施策の中で、えー、民間の借家で大家さんが責任を持って設置しない場合その場合だとか持ち家の場合は保護費で設置されるわけですね。 で市営住宅の場合は家主の責任で設置することが前提になっているので保護,し保護費からは出せないとこういう話になっていて、えー、これはちょっとおかしいんじゃないかと民間に住んでいたらつけてもらえるのに市営住宅ではつけ,られつけてもらえないのかということでかなり矛盾があるというふうに思うんですね。で設置拡大に向けてやっぱり消防局としてね都市,計画局、えー、都市計画局に対して やっぱり火災から住民を守るという立場を貫けばね、やっぱり家主の責任で火災警報器をつける必要があるんじゃないかというふうな働きかけすべきじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。梅垣部長それに関しましまては一応都市計画局の方からも 設置をしていただけるように指導をしていただいておりますしまたわれわれの方からももしその値段が高いとおっしゃるのであれば先ほど言うておりました新方式の集団購入のご利用の方も指導をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。西野委員、あのー 新方式であってもね集団で購入した場合の,あの、まあ、設置費用もね、えー、市営住宅の場合はあの協力していただける、えー、どこでしたっけ業者さんがおられてね、えー、無料でボランティアで設置していただけるというそういう施策もね、えー、都市計画局として進めておられることはあるんですよ。ただねやっぱり負担がそれでも重いということになって、えー、やっぱりその辺のね 不公平性といいますか、えー、そこのところをやっぱり命を守るという立場であの消防局としてしっかりあのものを言っていただきたいなというふうに思ってるんです。でねあのこの、えー、自治会だとか市営住宅ごとの説明会なども開かれておりますね。でその時にね私ちょっと気になったのは障害をお持ちの方,だ方には 自立,支援ええー、自立生活支援用具で火災放置器を1世帯2個1万5500円、えー、支援があるわけですね。そして、えー自,動火災えー、自動消火器これも2万8700円の支援があります。で高齢者には高齢者福祉措置の日常生活用具、えー、給付措置の中で 自動消火器が2万8,700円の支援制度があるわけですね。まあ、それはあの障害の程度だとか非課税などの条件はあるわけですけれどもやっぱりイコロの市の制度をね、えー、説明会の中で、えー、説明されているのかどうかあそしてまたあの保護世帯にはその保護費から出ますよというふうなこともねあの その情報として周知されているのかどうか、その辺はいかがでしょうか。梅垣部長、えー、その辺りに関しましてはあの支援住宅に関しましては、えー、住宅供給公社の方で指導をされているっていうふうに私どもの方は聞いております。以上でございます。西野委員、あすみません私の言い方がちょっとまずかってあのー。 市営住宅だけじゃなしにね一般の全体の京都市の市民の皆さんに対応するということでね、えー、説明会の中で説明されているのかどうかということなんです梅垣部長 <coughs> あ、失礼をいたしました、えー、そういった面に関しましてはですね、えー、私どもの方で、えー、まあ。 高齢者、障害者の皆様方に対しましては、防火・安全指導ということで、年1回、訪問等をさせていただいております、そういったときに、例えば緊急通報システムをつけられてはいかがですかっていうような指導とともに、住宅用火災警報器の交換等についても、指導をさせていただいておるところでございます。以上でございます西野委員 そうしましたら、そういった制度もありますよということで、周知はされているというふうにとってよろしいですね梅垣部長、はい、その通りでございます。西野委員。あの私、あの消防局のホームページを見ておりましてね、あのホームページにはそういったことが全然書かれてないんですね。他都市の方を見ますとあの一応 こういう制度がありますよということで紹介をされていましてで詳しくは福祉の,その担当の方へということで電話番号が、ね、書かれているというふうになっていますのであの少しでも漏れのないようにたくさんの方に知っていただくということではやっぱり京都市の消防局でもそういったことを紹介していただくこういうことも必要ではないかなというふうに思います。であの火災 警報器器だとか自動消火器の設置でね人命が救われるこれはあの先ほど申し上げましたように事実としてあり,ありますので証明されているというふうに思いますからやっぱりお金のあるなしでねあの命の重みは変わり,変わりませんから是非都市計画局とそして保健福祉局ともね連携をしていただいてあの少しでも取りこぼしのないように市民の負担あの負担 少しでも軽くするような、そういった取り組みをぜひしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか梅垣部長先ほどの関係で申しますと、私どもの方のホームページにも、そういった手法があるというようなところを掲載させていただいて、例えば保健福祉の方へそのデータが飛ぶというようなところをちょっと考えてまいりたいと。 いうふうに思っております。以上でございます。はい、進行いたします山田委員。はい、あのよろしくお願いします。えー、私の方からはあ、すでに何人かの方が質問されてますけど、あの消防団支援についてお伺いしたいと思います。あの消防団の危帰国詰め書の耐震がこれ2006年時点で56箇所耐震が未実施だったところが順次耐震化がされて。 現在七箇所残っているというふうなお話でした。右京でもあの耐震、えー、で二箇所残っているんですけど、え具体的にこれ課題、えー、この残っているところの課題は何かあ掴んでおられますか？長田部長。はい、えー、耐震化未施設の課題についてでございます。まああの今年度ですね、えー、一施設の えー、耐震化を着手する予定としておりまして、まあ、残りは6施設が課題になってくるというところでございます。課題につきましてはです、ね、まあ、1点目がまあ学校の跡地活用に合わせてです、ね、まあ、移転を検討しているというものと、のとまた、もう1点が地域の集会所の併設でありまして、あの地域資金調達を含めてあの調整中というのが現状でございます。以上でございます山田委員 まああの本当に条件がさまざまでね、学校の施設、施設置されてるところやとか、まあ、消防団独自の、えー、施設であったり、えー、さらにまあ自,治自治会館なんかと併設されてるとろなんて、本当にいろいろな条件があって、違いがあって、まああのー、所有区分なんかの関係で補助なんかのおもうややこしいという話もありましたけど、ちょっと本当にその辺はね、えー、それぞれ、えー、大切な消防分団ですから、えー、柔軟 なん、ね、対応で、えー、しっかり支援していただきたいというふうに思います、えー、それでね、えー、この消防団の活動の拠点となる、この詰所が分断によって差があるということを申し上げましたけども、右京区の歌の、ね、宇多野消防団の詰所、ご存じだと思うんですけども、これ、歌の小学校の、ねあのー、下に、グラウンドの下にあるんですよ。 間口5メートル、奥行き5メートルほどの本当に狭い、えー、まあ天井も低い、えー、そんな場所で必要な機材が保管できなくて、小学校のグラウンドに置けない、えー、器具などが保管してもらっているという話です。まあそんな状況ですから、もう湿気が高,い高くて、書類など置いとくともうカビが入ると、えー、さらにあの、えー、仮眠できる場所もない、大雨が降ったら水が染み出してくる、 災害時がに団員が詰めることもできないと、下手すると、まあ、こんなふうにおっしゃってましたけど、1球目になる危険さえ感じることさえあるという話です、えー、現在、えー、団員の定員は20名、店、えー、員いっぱいですけど、全員が集まり、長時間いるのが困難だと、まあ、もちろんそんな状況ですから、女性の隊員も入っていただくこともできないと、そもそも人がいる場所ではないと、こんなふうにもおっしゃってたんですけど、これ、このまま。 放置していていいんでしょうか。ご認識を伺います。永田部長。はい、ええー、歌の分断の究極を詰め所についてでございます。あの、私もですね、あの歌の分断究極、あの中に入らさせていただいたこと。ございます。あの議員御指摘の通り、あのグラウンドの下にありましてですね。あの、また湿気が溜まりやすいということも聞き及んでおります。ただですね、あの、まあ、平成二十九年度に、あの分断におきまして、あの防湿工事とか。 あの、トイレの回収、またあの換気システムの改修があの行われて、あの一旦あの整理は整備はされたところでございます。ただですね。あのま、共愛であるというところには変わりはございませんので、えま歌の分断ですが、まあの歌の小学校というですね。本当に地域のシンボル的なあの場所に立地していることは非常にいいことでございますが。あの？ 他に場所を変えるとし,てもし,てもしましても、そういった場所も、適切な場所も見つけないといけません、そういったことはまた消防としてもアンテナを張りながら、情報のやり取りを消防署分団と,とえ共有してまいりたいと思っておりまますす以上でございます山田委員、防湿工事も行い、トイレも回収したというふうにおっしゃいましたけど、現時点でね、 こんな状況だということをあの団長さんみずらがおっしゃっていましてね、ちょっとそのどういうふうな回収をされたのかということも含めて、ちょっとあの現場、さらにね回収の結果、どうなっているのか、しっかりとねあの状況も聞いていただいて、適切な、ね、支援していただきたいと思います。あの えー、消防団施設のあの修繕に対して四十一施設で、えー、補助金を交付したというふうにあります。これあの消防団からの申請によるものだと思うんですが、えー、この補助の対象とね補助率はどのようになっているのかお聞かせ,聞かせください。名田部長、はい、えー、消防団施設の改修にかかるあの補助でございます、えー。補助率につきましては。 改修等におきましては三分の二を補助額としております。ただ、えー、耐震改修に伴うものにつきましては補助率を五分の四の補助率としております。以上でございます。山田委員、要はあの施設全般、まあ補助の対象というふうにお聞きしたんですが。もし消防団の施設は全般に対する どんなことでもこの割合での補助が出るということなんでしょうか。長田部長、はい、えー、消防団の単独施設でしたらあのすべて割り当てがはまります。以上でございます。山田委員 それにしてもね、耐震化5分の4、えー、その他3分の2ということで、えー、分断の負担があります、えー、終電の必要があってもね、暖の持ち出しがあっても、その費用が、あの年出が本当に大変苦労されています、これ補助率、先ほどもね、ちょっとあのいろいろ議論がありましたけど、この補助率を引き上げる抜本的に、こういうことの考え方、どうでしょうか。長田部長 補助率につきましてはですね、あの先ほど午前中の話でありましたが、耐震診断十三年度から十七年度まで行いまして、少しでも耐震改修進めるために耐震性にかかる改築につきましては補助率を五分の四にするというふうに引き上げたところでございます。まあ今後も状況を勘案しながらまた検討してまいりたいと思っております。以上でございます。山田委員、えっとあの消防団のどういったかな。 あのー、補助ですけど、消防団、えー、運営ということで、京都消防団協、えー、会交付金という形で、4億2千万の決算額が示されてるんですけど、これが、あのー、補助に、えー、ここからは交付されてるということなんでしょうか。 名田部長、はい、あのそちらからですね、えー、そちらはですね、あの消防団の運営、えー、消防団機構のですね、えー、運営費という形で、えー、支給しているものでございまして、はい、四千二百万円を計上しているものでございます。以上でございます。山田委員、はい、ほんでね、運営費なんですけども。 右京区の、ね、ある消防団でお話を伺ったんです、えー、定員20名に対して15名で、女性隊員が2名いらっしゃいます、これ、年間運営費がね、11万円、えー、だそうですで、これ、ここの団はあのー、自治海岸と併設されてますので、水道光熱費の負担はあ自治会に出してもらってないんですけど、電話とインターネット、この通信費が月に、ね、6000ほどかかるというふうにおっしゃってました。 えそうなるとね、団の運営に使えるのは4万円足らずということで全くあの不足しているとおっしゃってたんですけど、これ運営費の支給の基準というのはどうなってるんでしょうか。田田部長、はい、消防団運営費の基準でございますが、こちらはですね消防団運営え運だき具庫のまあ維持管理費というのを主な目的としてえ計上しているものでございます。平成27年度にですね。 あのまた各分断にですね、光熱水費の額がいくらぐらいかかっているのかというのを調査いたしました、まあ、その結果、ですね当時の額ではちょっと足りないなということで、各分断1万円ずつアップしたところでございまして、またさらにですね平成30年度も各分断1万円ずつアップいたしまして、現在、各分断13万円を基準に予算。 通りしていいるところでございますでそのインターネットについてなのですが、そ,きそちらにつきましては、あの消防団の ICT 化事業というのがございまして、こちらであの各分団にはあのインパソコンと、そしてまたインターネット回線を、えー、公費であの設置しておりますのであのその、そちらのインターネットの方はあは外していただけることは可能なのかなというふうには思っております。以上です山田委員 いやあの13万円とおっしゃいましたけど、これ、消防団によって、かなり、あの言うたら団員の規模も違うと思うんですよね、だから、あのこれ、基本的には、あのえー、寄付庫の維持、管理というおっしゃってましたけど、あの消防団自身の,あの活動の運営のための補助という形では出,ない出ていないということなんで生田部長。 えー、まあ消防団の装備費につきましてはですねこれはもう公費で支給しているものでございまして、えー、運営費につきましてはあの高熱水費がどうしても規模の運営上必要ということで、えー、支給しているものでございます以上でございます山田委員要はどの団でも高熱水費として一,一律致率に、えー、のあのー、支給ということそういう考え方なんですよね。 で先ほどおっしゃってたあのパソコンなんですけど、支給されたものはこれ、使用制限がかけられてましてねえ、日報を送ることぐらいしか活用はできないと、あのえー、い,いつ誰がどの、何人出てきたかというのを、まあ、あのちゃんとつけ、まあそういうシステムになっててね、あの消防署の方に送るようになっているということで、えー、当然あの、えー、それ以外には使用できないということらしいんで、 えー、やむを得ずあの自前でねパソコンインターネットにつ,つないでるというふうにおっしゃってました、えー、それとあの消防団の装備品についてもいろいろと、あのー、お話がされてましたあの無線機が設置されてるんですけど、あのー、詰め所でずっとお話聞いてたんだけどずっとね確かにあのガーガービービー言,って言うてはりましてね、あのーえー、一体何喋ってるか分からへんというようなことでねほとんど、あのーなえー、役に立たないとこんなふうにおっしゃってましたし 樹齢期も、ね、朝持って出るとお昼には電池が切れると、段、えー、の連絡は現場の写真も送れるスマホの消防団のライングループを作って行っているという話でありました、この l のラインの話も午前中、話出てましたけど、えー、消防団無線で、無線がつながらない地域も、えー、あると、さらにキャップライト、これ、暗くて作業夜間の作業できないと。 で台風の時には、ね、あの飛んできたトタンや木材なんかをく、えー、くろうとしたんやけどもあの、支給された手袋では細かい作業ができひんと、こういったあの声も聞かせていただいたんですけど、こういった、ね、あの消防団の装備品なんかについても改善の必要があるんではないかなというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか長田部長、はいあの、まず無線の負か についいてでございますこちら、の現在の無線ですね、まあ、あの直進性が強く、ですねあの街中などの障害物が多いところでありますと、あの届きにくい場合があることは確かでございますが、あの位置を少しあの変えたりしますと、ですねあの通信できるようになることもございます。現在の送受信の範囲は、ですねおよそ半径2キロメートルというふうになっております。またあの 分断からの声があればですね。取り扱い方法も含めて、また適切に対応してまいりたいと思っております。え、樹齢の件につきましてはですね。あの朝、充電してもあの昼には使えなくなるという、えー、お話でございましたが。が現在の樹齢期ですが、平成27年の10月にですね。あの、各分断、えー、本団等にですね配置しているものでございます。こちらはあの消防救急無線のデジタル化に伴って配備したものです。が、あのまた無線の通信とあの分断の声に。 がありありましたら、えー、適切に対応してまいりたいと思っております。またあの手袋についてなのですが、あのこちらはですね、やっぱりあのどうしても安全あの管理の上からですね、どうしてもあの厚めの手袋を用意しないと、ね、あのいけませんので、あの今の配備しているところでございます。またあのキャップライトにつきましては。 こちらは現在200ルーメンのライトを採用しているところでございます、また各分断には携帯ライトも配分しているのですが、また分断の意見聞きながら、整備の方を進めてまいりたいと思っておりますす以上です山田委員、はい、あの実際、本当に、ね、あの地元で活動してはる団員さんが、ねえー、しっかり活動できるように、装備なんかもあの適切に、ね、見直していただきたいというふうに思います。それであの 共同消防団員の定員、任命、給与、含、え、む、ー、に関する条例の第8条では、団員に対して、費用弁償として次のおに掲げる手当を支給するというふうに、えー、規定されていました。一つには、えー出勤、出勤手当、災害警戒、訓練に出勤した者に支給するもの、えー、総務総合省の、えー、消防庁のホームページを見るとね、えー、報酬及び手当の支給、支給方法は、 地域の事情により、必ずしも同一では、ないものの支給額が低い市町村においては、制度の趣旨に鑑み、適正化を図る必要があると、こういうふうにされています。でこれ、報酬を見ると、団員や団長、副団長、班長など、それぞれね、えー、定められたものが、京都市の条例にはあるんですけど、あの総務省のね、えー、ところにある、あの 消防団員、報酬等の地方交付税参入額というところに、出動手当1回当たり7000円というふうに記載されているんですけど、この手当と同額が、京都市の消防団の出動に際しても支給されているんでしょうか。田部長 はい、災害出動に関する手当額についてでございます、こちらにつきましては、京都消防局におきましてもです、ね、5時間以上の災害活動にわたる場合は、7000円の手当額を支給いたしまして、その以下につきましては、時間数に応じて、ちょっと低くなっていっているものというものでございます。山田委員それから、ね、あの2番目の項として、ねえー、手当 動力消防ポンプの保管、整備および運用を担当する者に支給するとある、この広域点もあるんですが、この支給の基準というのは、どんなふうになっているんでしょうか生田委員あ、失礼しました、生田部長、はい。こちらも議員あの、ご指摘のとおり、消防団員の定員任命。 人命給与、服装等に関する条例の規定に基づき、条例の施行規則で,です、ね、機関員として示されたものに月額300円を支給するというふうに規定しているところでございます、以上でございます山田委員月額300円で、えー、の支給ということは年間3600円、で、えー、要するに、えー、そういった、えー、整備を制ということを、ねまあ、本当に低いんじゃないかなというふうに、実際、 えー、どれだけ実費かかっているのかということも、やっぱりしっかりと見ていかなかゃならないかなと思うのと、あの火災などの出勤にはその一定の金額となってますけど、あの防災訓練など、えー、はあ1日400円ということだそうですけど、これちょっと、これも低いんではないかなというふうに私、個人的に思うんですが、そういう声は上がっていませんか。山田部長はいあの とそちらの方の声までは私はあの存じていないのですが、ただ、の市の総合防災訓練でありましたり、の市の消防出初め式とか、局とか消防署の計画に基づく消防署の警備とかになりましたら、こちらは3400円から5100円の手当を打っているところでございます。以上でございます山田委員 あの、聞きますと、かなりの日数をね、あの、いろいろ、月2回の、や、やつ含めて、あの、防災訓練など、学校やとか、町内とか、 結構ね、出、えー、てはることが多くて、えー、それが400円と、ちょっとほんまに低いなというのを思っているのとあの、消防団員に対する教育、これ様々な、ね、さまざまな研修なんかが実施されています、まああの、ものによっては何日間も何時間もというようなことがやられているということなんですけども。あのー 実施されているのはあの消防学校で土日に行われているというふうにお聞きしましたあの以前は平日に行われていたものがあのサラリーマン員が増える中で土日に実施されたと聞きましたけれどもあの一方でやっぱり土日が休みでない方もたくさんいらっしゃいます研修講習の受講機会も拡大するためにも平日の実施なんかも検討してうしいというような声もお聞きしたんですがその点についてはどうでしょうか。長田部長 はいあの、消防団教育についてでございます、こちらの方は確かにですね、あの過去から休日にあの実施しているものが多くございますが、ただあの、そういった休日に受講できないあの団員の方のために、ですね、まあ、一部でございますが、えー、平日に行っているものもございます、またこちらもですねあの、平日の実施の要望がありましたら、またあの検討してまいりたいと思っております。以上でございます。山田委員 まあ、本当にね、あの日々、えー、地域の防災で頑張ってはる消防団ですから、あのしっかりとね、えー、実情に応じた支援していただきますように、えー、強く求めて終わります進行いたします加藤愛資料をいただきまして、えー、消防職員 委員会のの意見の一覧審議結果と、まあ、その内容についてっていうことであの見せていただきましたあの日勤機動救急隊について、えー、育児等の理由での振り替休日を1週間から4週間に振り替幅を広げてほしいという要望が出されていてこれについては実施することが適当であるという4件の中の1つにあの入って おりますまあ、つまりこれはあの1週間から4週間に振り替幅を広げるという改善をされるということでよろしいでしょうか縄畑部長、はい、あのそちらにつきました、現在あの、検討中のところでございます、以上です。加藤委員 えとここに実施することが適当であるというふうにあの書いてあること自体のご説明いただけますか。畑部長あのそちらにつきましては、えー、委員会の結果で、そういう結果になったものでございまして、あの最終的にはあの消防局長が決定した時点であの、最終決定というふうになるものでございます。以上でございます加藤委員 ぜひ、ね、あのこれは最低限のことだと思いますのでやっていただきたいというふうに思うんです。でこれあの日勤救急隊というのはあのお伺いしますと6名でやっておられるということなんですが365日土日も勤務、えー、週5日勤務なので子育て世代の、えー、子育て中の職員の方もあの登用されているわけですけれども。 土曜日、日曜日もこれ勤務の対象なんですよねで。その保育所がやっていないという事情からするとですね1週間の幅で振り返ると、えー、7日間連続勤務になってしまうようなこともあるということでこれあの改善しないという道はないというふうふにあの思っておりますあの。改めて確認なんですけどね そもそも、あの日勤機動救急隊の創設の目的ですね、あの救急需要の増大に対応するということは一つですね、でもう一つは、育児を行う職員のための勤務環境、体制整備、これがもう一つの目的だということで、間違いないんでしょうか。えトリエラ担当部長 はい、えー、と委員ご指摘のとおり、創設の目的、大きく2つございまして、1つが増加に、増加する救急事情に対する取り組み、それからもう1つが、働き方改革の一環として、育児されている職員も対応できるようにということで、創設させていただいております、以上になりますあとは委員あの。人事委員会の事務局にね、あの資料を作ってもらいましてね。 消防局の女性リーンのワーク・ライフ・バランスに関するあかかる取り組み等についてとていうことであの見させていただきました、えー、大きくは2つ1つは消防局の特定事業主行動計画仕事と子育て生き生き活躍プランこれ平成27年の7月に策定をされたとで令和2年度の当初までに消防リーに占める 女性消防員の割合を4.6%以上にするということを目標に掲げて、平成31年の4月1日時点で77人、4.35%の到達になっているということであります。まあ、中身はあの女性対象の、えー、職業説明会、えー、見学会、それからあの職域の拡大ですね、などなど。 女性消防林の増加に向けた取り組みをされているということでありました。で、もう1つの柱が育児と仕事の両立に向けた取り組みということでありましてこれ、この2つ目の中で、えー、大まかに言えば3つだと1つは、えー、育児休業制度これを、えー、取得を進めていくということですね。で2つ目が 現場活動に従事する女性消防理員が妊娠したときの対応そして3つ目が育児を行う職員のための勤務環境体制の整備ということでありまして日勤機動救急隊の創設はこの3つ目の中に含まれるということでありました。まあ、育児を行う職員ののための 勤務環境体制の整備として日勤機動救急隊が明記されているとであの、えー、もう少し詳しく言えばです、ね、今あったように育児等の事情で交代制の勤務が困難である子育て世代の職員にも毎日勤務の形態を取りながら救急隊員としての勤務を可能とする新たな働き方そのために創設をされたと。 あの私はとってもこれは重要なあの試みだというふうに思っておりましてあの以前にも、えー、総務消防委員会でも議論させていただいたことあると思うんですけれどもあの救助される対象の方っていうのは子どもからお年寄りまでいらっしゃって男性も女性もいらっしゃるわけですよ。いろんな方が多様な方がいらっしゃると。 そこに手を差し伸べる職員もねやっぱり多様性っていうのはとても大事だというふうに思うんですですからその女性や子育て世代の消防職員が現場にいるということの社会的意義はとっても大きいものがあるとただ課題は職場環境の整備だということでありましてあのもう少しね 私はこういう実態になっているっていうのはあまり知らなかったもので、そう7日間も連続勤務なあの状況がね実際あるようなあのことではダメじゃないかというふうに思いましたし、もう少しそれ全体についてはどういう環境になっているのかっていうのはお伺いしたいなというふうに思うんですね。あの、えー、一つはあのこの看護の急務ですね。これなんか5日しか取れないというふうに。 あの聞きましたけれどもこれ事務系の職場もいつかしか取れないんでしょうか、まあ、お子さん1人につきいつかっていうことですけれども、まあ、2人になったら10日になるっていうこともお伺いしましたけどねこれはちょっとあまりにもあの少ないんじゃないかというふうにも思いますしあの育児時間実際この、えー、職場でですね日勤機動救急隊の職場で育児時間取れてるのかどうかですね。あとあの時間外労働 などということはよもやない,ないだろうなというふうに思うんですけれども、この実態がどうなっているのか、あのえーまあ、この制度の位置づけと、実際の、えー、この職場の環境、どうなっているか、ご説明いただきたいと思います名畑阿武町、この看護休暇の,あの京都市消防局の制度についてでございます。 いつかでは少ないのではないのかということでございましたが、国の基準よりも,ですよりも対象者が拡大された市町部局の制度と、こちら、足並みを揃えているものでございます、そのことで消防局もいつかとしておりまして、少ないとは考えておりません、以上です。部長 はいえー、とまずあのこちらの日勤児童救急隊の創設目的ですが、えー、先ほど申し上げましたが、えー、まず1つが増加する救急需要に対応する取り組みそれからもう1つが、えー、働き改革の一環として、えー、創設してさせていただいておりますで、えー、配置人員についてはあの救命士の資格を有する消防理員6名でそのうち3名で、えー、救急隊を編成しておりますで、えー、とその時間外の状況ですが、えー 今年4月23日から運用を開始しておりまして4月から9月末までの日勤機動救急隊員の1か月当たりの時間外勤務は平均で12.3時間となっておりますこちらの日勤機動救急隊ですがおおむね午後4時15分頃には配置転換先である消防署を離れまして局本部に期待する。 運用基本としておりまして原則として定められた勤務時間内5時15分までですがそちらまでに運用を終了して時間外が発生しない体制としております、えー、とあまたあのやむを得ずやはり救急出動あの現,場現場で救急出動が多いとかいうことで救急出動、えー、してしまう場合でして、えー、就業時刻であります5時15分を 超、えー、えて、えー、局に持ってくる場合については、あのその事案が終結した時点で、えー、それ以降は、えー、救急出動させることなく、えー、局本部に期待させることとなっております、以上になります生田部長。あの先ほどです、ねえーあの、7日連続勤務、えー、になる日があるという、えー、ご指摘でございましたが、 えー、4週サイクルの中で,です、ね、あの1週だけです、ね、土曜日または日曜日あの勤務を振り返ることをいたしますと、えー、7連勤ということになります、まあ、こちらにつきましてはです、ね、またあの先ほどの,あの4週サイクル化で,です、ね、あの解決ができればというふうに考えております以上でございます答弁は以上ですか加藤アあのー。 子育て中の職員さんが、ね、育児時間取れてるんですかというのを聞いたんですけど、ご答弁あったんでしょうか、今。こちらの救急隊員についてあの、1名は乳幼児を育児しております、隊員が含まれておりまして。えー そのものについてきましては1か月後の時間外勤務は平均6時間となっておりましてその子育てに対して一定の配慮ができていたものと考えておりますまたこちらの隊員の方が子どもが勤務中に病気となり相対する必要性が生じた場合についてもの他のものと交代するなどの対応を実施したところでございます以上になります加藤愛 定められた育児時間は取れてないんですか取れてるんですかどっちですかって聞いてるんですよ。名畑部長長、えー、吉田次長 失礼いたしました。ししまもちろんですね、育児に関する制度というのは、これはあの国の制度、あるいはの市の制度と合わせてしっかりとやっております。実際にですね、育児,給育児の振り替え休務の他にですね、この看護休務、もちろんもう年休という制度もございますけれども、そういうのも含めまして、今回、ののその日勤給急隊に。 廃棄しているそういった子育て関係の職員、これはの女性だけではありません、男性もおりますけれども、そういうものについては、えー、去年1年間で14回、38時間の制度を利用しているというような状況でございます加藤愛委員、あのね、えー、っと私、この今、個別でばらばらご回答いただいたんですけどね、その育児をされている。 あの現場の消防職員さん、日勤、えー、機動救急隊の職員さんが例えばね、時間外、えー、勤務がちょっとだけれどもあります、で育児時間、その人にとってみればきちっと取りたいけれども、なかなか現場忙しくて取れません、そういういろいろ積み重なってね、実際、子育てが困難な状況になってませんかと。 職場環境が大変な状況になってませんかということをやっぱり点検いただく必要があるというふうに思うんですよ。あの東京都はね、育児中はその育児中の職員さんについては日勤軌動救急隊の方はね、昼にチェンジをしてもうお昼の段階で事務所勤務にするんですよ。そうしたらあの、えー、緊急出動がいろいろ重なったとしても。 時間外勤務せずにですね。早い夕方の時間に体調できるようになると、こういう配慮をしておられるっていう風に聞いてるんですね。やっぱりもう少し工夫がいるんじゃないか？っていうことをあの申し上げたいという風に思ってるんです。これ、あの初めての試みですよね。で1個ずつのルールは守ってますから大丈夫です。みたいな目線ではね。あかんのちゃうかなと。誰どう考えた？って36。5日土日も勤。務 これだけででも、ね、相当なハードルですよ0歳のお子さんいらっしゃったり2歳のお子さんいらっしゃったらでその土日の振り替えこれだってもうかなりハードですよそう思った時にあのこの今いらっしゃる子育て世代の職員さんが生き生き働いてる状況になればね次もきっと続いてあの私もそうしようという方生まれてくると思いますでもしんどいなと。 もうこんなしんどい状況がたまらんということになればですよもうあんなふうにはなりたくないなということで後に続く方は生まれまれせんよ大事な取り組みだと思ってるからこそねやっぱりあの、えー、女性が、えー、まあ子育て中の職員さんがこの日勤機動救急隊で十分に働ける状況をねどうすれば作れるのかもっと踏み込んで研究していただきたいし ただ、里市の状況なんかも見ていただいてね、あの検討いただきたいというふうにあの思ってるんですよ、ダメなことをやっておられるって言ってるんじゃなくてね、大事なことをやっておられるから、これ、ぜひ成功させるためにねあのもっと頑張ってほしいってことを申し上げてるんです。いかかがですか吉田次長 はい、あの女性の,です、ねえーまああの社会進出、えー、目覚ましいものがございます、あの先ほど申しました仕事、子育て活躍プラン、これを申し上げるまでもなくです、ね、やはり女性の活躍する場を我々も事業主としてしっかりと提供していくのは大事ですし、また女性の方も今まで経験知識、今まであの職場で。 えー、培買ってこられた知識とか技術、経験、これをあの、えー、そのそ働き、えー、子育てしながらでも発揮していただくというのは非常に大事だと思っております。ということで、えー、今回、えー、この今年度からですね、えー、日勤救急隊、まあ、その日勤のですね今まであの女性の方は救急隊で活躍されてたんですけども、なかなか子育てをされると救急で活躍できないということで、こういう制度を作ったということで、まだ今までまだ。あの 制度開始しての半年ちょっとですので、まあ、しっかりとです、ね、その中のいろいろなその子育て中の方のまあご意見も聞きながら、ただ、もう一方で、やはりこの救急隊というのは、一方の理由というのが、やはり市民の安心安全を守るための救急隊ということですので、配置のをしっかりとやった上での前提での子育て支援ということもありますので、そういったバランスを取りながら、しっかりと対応していきたいと考えております。以上でございます加藤委員あのー 今、ね、いくつかの観点から今の実態労働環境どうなっているか伺いましたであのまあ実際上難しいからあのそこまで言うんだったらまあもう職場移動したらどうかみたいな扱いはね絶対やめていただきたいあの今も少し意見を聞いてっていうふうに言っていただきましたのであの少し安心しましたけれども実際にこれあのトライしていく課題ですから 十分実情を捉えていただいてですね、あの職員さんの思い聞いていただいて、あの制度全体がいい方向に向くようにですね、あの頑張っていただきたいというふうに思います。え資料請求を最後したいと思います。一つはあの日勤機動救急隊の試行運用について、あの局長名で通知を出しておられるというふうに聞きましたので、それをいただきたい。 それからあの職員向けに、えー、報告文書、日勤機動救急隊の施行運用についての報告文書を、えー、出しておられるというふうに、えー、聞きましたので、これをいただきたい、それから3つ目に、他都市における取り組み状況ですね、えー、勤務日、時間、えー、女性配置のあるなし、人員構成、時間外勤務の内容。 設置理由設置効果子育て中の職員への配慮と工夫これを書いたものを資料としていただきたいと思います終わりますえただいま加藤委員から要求がありました資料につきましては理事者提出できますか田畑部長はい資料 提出させていただきますはい提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか異議ご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします理事者におかれては速やかに提出していただきますようお願いいたします進行いたします都民長時間ご苦労さんでございますまあ最後になりましたのであの。 まあ、いろいろな角度から質疑があったんですが、えー、重複するところがあろうかと思いますが嬉しいいいたただきたいと思います。まずあの最初に、えー、昨年、ですね、えー、私どもの,あの山下の観主事の消防出張所の移転整備、まあ、いろいろ紆余曲折ございましたけれども無事完了してそして今、相当活躍をしていただいております。本当にあありがとうございました。あのー えー、施設見せていただいたら、えー、消防学と同じようにです、ねえー、訓練のするあの設備もあの付け加えていただいてで、えー、消防署員さん、まあ、一生懸命頑張っていただいて我々もよくあの出張所の,この署員さんとよくお話をさせていただいたりいたしております。 まあそういう中で頑張っていただいておりますのでこれからもぜひまたあの市民の安心安全のためにね頑張っていただきたいとこのように思っておりますまずあの最初にえ先ほどもございましたけれども火災発生の状況でございますがあの平成20年21年と200件以下でまあ相当あの市長も喜んでですねあの時の お出初め式ですね、もうみんなよかったな、よかったなと言ったら、突然また火災が増えたという、まあ、こういうことで、先ほどの質疑の中で5年周期、10年周期で考えているということでございました。で、約この5年間ですね、えー、見させていただいたら、えーまあ、資料をいただいたんですが、えーまあ、26年が236件、そこから30年230件、ほぼまあ200件台ということで、 ございましてそこでその中でやっぱりあの以前放火がかなり多かったんですが今徐々に放火は減ってきてはおりますがしかしながら、えー、火災原因の中では放火が今トップを占めております、えー、そこで、えー、まあ26年58件30年では27件それでも 火災議員トップでございますが、この対策としてですね、まあ、いろいろ対策をやってこられたと思うんですが、あのまず、この放火の件数が減ってきたという、まあ、あの状況でございますが、皆さんの分析はどのように考えておりますか梅垣部長、はいえー。放火火災の減少についてでございます。 まずあの放火火災につきましては、先ほども申し上げましたとおり、20年前、平成10年には126件と、もう断トツの火災原因のトップでございました、翌年にはですね、放火防止5か条というような、市民の皆様に指導する項目を掲げまして、取り組みをいたしております。 で平成27年でございますけれども、この年には条例への規定を行いまして、平成27年11月の11日から市民の皆様の努力義務というような形で条例に規定をさせていただいております。この中では例えば監視カメラを設置いただくとか、センサーライト、それと非常に 大きく役目を果たしておりますのが、消防団や地域の自主防災の皆様方の夜回りといったところを経まして、火災件数としましては、昨年、平成に入りまして、放火が一番少ない27件となったところでございます。で、今年度につきまして申し上げますと、昨日現在でございますが、放火につきましては12件、昨年と比べますと、マイナス10件と。 非常に大きく減ってきてございますまたこのまま地域の皆様と協力しながら放火火災については減少してまいりたいというふうに考えておるところでございます以上でございますまあ私も実はそう思っておりますあのまず今お答えいただいた中でまず防犯カメラですね防犯カメラあの分文化市民局の安全推進室の方で 今、各区役所を中心にです、ね、防犯カメラ、えー、いろんな団体の皆さん町内会の皆さんが、まあ、申請されてたくさんつけておられると、でえー、見ましたら大体平成23年の一番最初モデルでやったときにはあのー、台数が8台あったものが、ね、今ではなんと、えー、京都市全体で1729の防犯カメラが、あのー、ついております。 で団体で言えばもう627団体、これ、町内も全部、もう自主防災課からみんな含めてですね、申請されてこうなってきてる、私はあのこの防犯カメラをつけられたこと、で防犯カメラをつけられたということはどういうことかというとあの、やはり地域の皆さんと、それから警察、それから消防。 そういう関連団体の皆さんがですねやはり一緒になってそして今さっき言われたように夜回りのをやりながら防犯カメラここにつけようかあそこにつけようかというようなことで地域力とそして皆さんのえ行政力といいますか消防力とえこれが一緒になってですね今日これだけあの放火がまあ減ってきたとこのように思うわけですで。 ことから考えますと、まあ、これからもですね、えー、ぜひ、あのー、この文化市民局の安全推進、こことも連携を図りながら、そして地域のですね、まあ、先ほどから消防分団の話も、あの消防分団、ものすごい重要な役割を果たしていただいておりますし、そして、えー、例えば防犯推進協議会、要するに、 警察行政との関わりですね、こういうところでやはりきちっとあのチームを組む、連携を組みながら、ですねぜひとも、えー、今後ともですねこの活動をあの一層推進していただきたいと、それがやはり放火犯を減らしていく、一番重要なあの一つの要因ではないかと、このように思っております。で次に残念ながら、先ほども出てましたけれども、このタバコですね、もう今のその、 1>, 1位を占めているその放火と、原因が放火と、このたばこがもう変わらないようになってきたと、ここをどうするかっていうことなんですが、これについては、皆さんはまあ対策としてですね、一番効果のある対策って、どんなものを考えておられるのか、の教えいただきたいと思います。梅垣部長 タバコ火災の減少についてでございますけれどもやはりタバコ自体がなかなか吸えない家の中で吸えないような状況でございまして例えばマンションのベランダ等でお吸いになってそのまま落とすというような形がございますのでやはり灰皿等に入れていただいて必ずその灰皿には水を入れていただく。 またタバコを吸った後は必ず火を消したことを確認していただくというようなところが非常に大事になってまいりますので、そういったところを重点的にご指導をしていきたいなというふうに考えてございます、以上でございます私ねあの、まあ、京都府間にはタバコ組合というのもありまして、まあ、しかし小売店がどん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 あのご存知のようにう減っていっております。 今ほとんどタバコはねコンビニで買ってられるとかそういうとこ多いんですねで私,はあのよ私はもうタバコやめてもうかなり十数年経つんですけども今タバコいくらしてるのかもちょっと分からないぐらいでただコンビニでタバコ買う人を見てますとあのー、そのかなりその数をねまとめて買われる買われてるんですねでその時に店員さんがですねそのまま タバコをまあ,あ,のあれだけまあ確認して、なんて言うんですかね、年齢を確認してまあ渡しておられる。なんとかそこの段階でね、やはりあのその各そのコンビニなりですね、タバコを売っておられるその事業者の方々、それからもう一つは、その元の JT ですね、ここにね、 その指導なんとかできかなかった、例えば売るときに、たばこの火災多いですよと注意してくださいとか、それから JT で今、体の健康のこと書いてますね、そこにそういうあの火災のこと今入ってるのかな、僕ちょっとたばこ今もうやめて分からないんやけども、そういうその手だあのお対策をね、 取れなないもんかなと、まあ、このように思うんですけど、その点については可能なのかどうかあの、お考えいただけたらなと思うんですが、それはいかがでしょうか梅垣部長。えー、なかなか、えー、タバコを販売時に、えー、そういった、えー、中身までは、えー、難しいかと思いますけれども、えー、JT さんの方では、えー、例えばあのポケット灰皿を、えー、配るとか、 いったような事業はしておられますし、また、我々の方でも、なるべく今現在、本年で申し上げますと、タバコ火災の方が26件、昨年と比べますと、プラス5件ということで、今現在の火災原因のトップにもなってございますので、またあらゆる機会を通じてです、ね、関係団体さんにお話しできる機会があれば、してまいりたいというふうに考えてございます。 まあできれば関係団体の方々にです、ね、ぜひとも積極的に、ね、取り組んでいただける方法を、ね、ぜひとも考えていただきたいとこのように思います。これからおそらくたばこがもうおそらくトップを占めるんじゃないかと私はこのように思っておりますので一つ、この辺はあはよろしくお願いしたいと思います。それからもう一つは高齢者の方々の,あの高齢者宅の火災でございますがやはりあの一番気になるのが あのお一人住まいの、まあ、高齢者の方々の火災でございますがあの、まあ、全住宅の火災を見てみますとあのそんなに、まあ、あの火災の数は変わらないあの平成26年から30年まで大体100件ちょいでございますがただその中であの 高齢者宅の火災がですね、ざっとまあこの5年間の平均しますと、全住宅火災の半数を占めてるというのがまあ特徴ではないかと、このように思うんですが、この,ーそのー特徴的なこのその火災原因ですね、どこにあるのか。 でそういうところまで分析されていると思いますが、これについては、どのような今後、対策と、これから、あのそれから、えー、この地域の皆さん方に対してでもあの、いろんな啓発とかですね、どういう形でされていくのか、あの教えてください。梅垣部長、はいえー、高齢者 住宅等の火災の主な原因についてでございますけれども、まず、ここ3年になりますけれども、平均いたしますと、一番多いのが暖房器具の取り扱いでございます。で、その次がタバココンロというようなところが火災原因の上位を占めてございます。で、特に暖房器具に関しましては、電気ストーブによります火災が非常に多いと。 いうところがございますのでまたちょうどこれから暖房器具等を出される機会になってくるかと思いますので我々といたしましては今現在60、えー、と防火安全指導というような形の中で約12万5000の世帯を年に1回回っておりますそういった機会を通じましてですねお年寄りの皆様方にそういった火器の取り扱い 等をごご指導してていいいりたいという,ふうに考えてございま,すまた我々だけではなかなか面談等ができない中にも入り込めないというような事情もございますのでそういった場合に関しましては地域包括支援センター社会福祉協議会民生児童委員老人福祉委員の 皆様方の協力を得ながら一緒に訪問をしたりまたこういった皆様方に安心アドバイザーというような研修をお受けいただいて個々個人で回られた際にお年寄りに対しましての火災予防や救急事故の防止の指導をしていただいておるところでございます。こういったた皆皆様様方方と力を合わせまた消防団員の皆様方も 一軒一軒のご家庭を回っていただいておりますので、そういったところで、私どもの方がその火災の情報を提供して、そういった火災がなくなるようにしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。出出責任いいますかあのその,出荷の,あの原原因因でご本人が、まあ、あの原因なが大体 え全体のですね住宅火災の半分がまあ高齢者所帯、そして本人があの出火ののがされたというのがだいたい77%ということになっていですね、非常に多いということですね、今おっしゃっていただいたように、やはりあの地域力といいますか、地域の皆さんのお力をやはり借りることが、やっぱり今おっしゃった 特にですね、あのー、独居の方々のところへ、私らが行ってもですね、なかなかね、出てきていただけない、さっきからもどなたかがおっしゃってましたけれども、ですからそういう場合は、その例えば、あのインターホンのドアホンですね、なんかで、こう、モニター見て、知ってる人やったら、しゃべってくれて、開けていただける。 ですからそういう場合は先ほどおっしゃったように例えば地域の民生児童員さんとかですねそれからあの老人福祉員さんとかいうのはまあ普段接しておられるからだからやっぱりそういう方々との協力ご協力を得ながらやはりあのそこの,あの消防署それからあの出張所の署、ね、員さん一緒にやっぱり あの地道にですねやはりあの啓発という意味でやっぱり回っていただくことがやはりあの防火につながっていくんではないかともう私もそのように思っておりますのでぜひあの地域との連携ですねそこに消防分団員の皆さんで消防署員の方々がなかなかやっぱり緊急でねえどうしてもおお 発信しなきゃならないときなんかは、やっぱり消防分団員さんの方々と一緒に回って、そこであの老人福祉員さんとか、それから社会福祉協議会のボランティアの皆さんとか、そういう方々にと一緒になってですね、ご理解をいただくように、ぜひご努力をこれからも続けていただきたいし、その運動を、その拡大を高めていただくように、ぜひともお願いしておきたいと、このように思います。<laughs> そして 次に、あのこのこ消防先ほどからまあ消防局のその職員さんの人員の体制の話が出ておりました。で、えー、そこで、えー、まあ人員のことをずっと調べさせていただいたら、えー、平成27年度が、あの 消防林さんそれから再任用さん含めて1803名で平成31年度で林、えー、さんと再任用さん含めて1799名で一応消防の職員さんの数はあのー、再任用さんを含めてですがまあそんなに人数勝てないマイナス4人というあのことをまあ、はい あのいただいているんですが、そういう資料をあの数いただいてこれは間違いございませんか。長谷田部長、はい、その通りでございます。間違いございません。都民、さてそこでまああの本市の財政は非常に厳しい状況にあって、まあこれまでまああの我々議会もですね、えー、財政の健全化に向かってですね、これから。 あのまあ、この間も行,行財政局といろいろ論議したんですが、まあえー、さ職員の削減そしてまたいろいろな事務事業の見直し、まあ、そういう中で,です、ね、あの財政再建を図ってきながらこれから訪れるであろう、まあ、社会保障に、まあ、どんどんそのお金がいるから使っていくということでありますがそこであの。<laughs> あの消防署員さんというのは、えー、やっぱり、えー、市民の命とそれからあー暮らしとせ、まあ、生活と安心ですねこれがあの警察行政と同じようにやはり消防署員さんの使命というのはすごく大きいと思っております。で特にあの救急タイもですね相当今、まあえー その出動回数が多くなっているこういう状況の中であの、まあ、いろいろやりくりを工夫しながら先ほどもあの答弁がございましたように、まあ、やっていただいていると思いますがそこで今日の状況それから将来見越してですね将来もっともっとその高齢化社会になってくるそして独居、えー、の方々も多くなってくるであろうそこに今度は空き家がございますね。 秋葉も増えてきてきるとそういう状況の中でまあなかなか将来をこう見通すのは推計するのは非常に難しいと思うんですが、えー、今のこの状況から将来を見通してですね消防署員の皆さんのえ体制人数ですねそれからまあ救急も含めて事務職員さんも含めて大体どのぐらいの 人数で工夫しながらやっていけるのかと、そういうまああの、えー、想定をですねされてまあされてまああのやっておられると思うんですが、そういうところまではあの分析なんかはされてるんでしょうか。山内局長。 はい。えー、まず、あの、現状でございますけれども、現状、あの、先生ご指摘の通り、高齢社会が来ております。そして、あの、地域コミュニティが希薄化になり、まあ、インバウンドもございます。そういう社会情勢の中で、我々は、火災、救急、救助、自然災害、あらゆる災害に、時代に、どういう時代であろうと、24時間365日、的確に現場対応し、そして予防に努めると。この使命は、 普遍的なものだと思っております。えさらに、近年、あの、いろんな状況を考えますと、府内消防本部の連携、区役所、福祉団体とも密にしていくことが重要な目標だと考えております。えー、現在の宮古プラン10年間の中で、定員管理計画、この計画が、あの、改革編と政策編の中で、えー、普通会計全体がたとしより多いということで、一般会計、 そして、教育委員会、消防局、合わせて、まあ、削減、定員管理が求められましたので、我々は一定の努力をしつつ、再任を採用して、約1800名の職員で現場対応し、そして、火災だけでなく、式隊、救急隊、日勤救急隊も含め、民泊も含め、増員をしながら、市民サービスの低下はなく、現在まで来ているというふうに認識しております。今後につきましては、 また新しい計画もなるということでありますが、やはり引き続き市民サービスが低下しないよう、地域の皆さん、そして消防体制が変わらぬようにですね、個人力を賜りますよう努力し、また議会の先生とご議論を交わしながら、体制を守っていきたいというふうに考えております。以上でございます。あの、今、局長の方からご答弁いただきました。私もその通りだと思います。あの、 ただ私は行財政局との,その質疑の中でまあ人事部の方にですねまあ言ったような任命権者は違うんでただあのどこまで絞れるだけ絞れどこかで限界が来るんではないかという質疑をさせてもらったわけですけども特にあの消防局の場合はですねあのやはり先ほど言いましたように市民の命と暮らしがかかっておりますのでまあその辺はあの十分ですね えこれからもあのよく慎重にあのなっていただいてですねえやっぱり申すべきところはやっぱりその申していただいてここの部署は絶対減らしてはならないねでこの部署はまあ再任用の方々でまあ要するに皆さんの OB とかですねそういう専門家専門的な経験を持って 知識と経験を持ってられる方、こういうところでそ,のそういう部署についていただくとか、そういうことは当然考え,られると思う考えておられると思うんですけれども、私はあのこれからその大変な時期に入っていくんで,で、ぜひ一つ、慎重にあの体制についても、ぜひあの十分、この市民サービスの低下にならないように、ぜひ一つあのやっていっていただきたい、このように思います。 局長はいあの将来につきまして、あの人員についてまあお約束するのはなかなか今の段階では難しいとは思うんですけれども、えー、日々、市民の皆さん、議員の皆さんのお声を聞きながら、ですね現場、市民サービスが低下しない災害の現場活動、あるいは現場到着、火災件数、そうしたものを図りながら、どういうやり方がいいのか、えー、工夫しながら対応してまいりたいと思いますので、 えー、まあ、あの今後も努力して、えー、体制づくりには努めるということで、まあ、中身につきましては、今後慎重かつ丁寧にご議論させていただくということで、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。まあ、そういうことで頑張っていただきたいと思います。あのー、最後に消防分担のあのー、いろいろな話が出ておりました。あのー。<laughs> 山科の方はですね一応消防団員数はあの充足率100%、まあ、達成ができたわけですこれは我々山科の,あの選出の議員として皆喜んでるわけでございますがでまあ私たちはですね消防分団員の皆さんとかなり関わりがございますあの再炎の後にですね例えば山科の,あの消防団再炎の後に、まあ、皆さんいろいろ新年会やったりされるんですけども個人的に まあ私も吉井議員も呼ばれて、まあほ,とんまあ、ほとんどと言わへんけど、団、まあの皆さんと一緒にです、ね、食事をしながら、いろいろ去年はこうやった、今こういう課題があることをよく聞,よく聞いておりますで。そこにはね、今必ずね、どこの分内に行っても学生さんがおられるんですね、学生さんが。うれしい話でね、学生さんがおられたら、も活気づくんですね、やっぱり皆さんね。で、学生さんとも話をさせていただいております。 そしたら嬉しいことにですね、その学生さんたちは消防分団員になってからですね、まあ地域とのつながりができて、同時にですね、消防に対してものすごい関心を持っておられて、そして話をしてますと、私実はもう、あの、出身地の静岡市の方の消防局を受かったんですとかね。もう一つ嬉しいことにはね、二人入りましたわ、去年。 京都市の消防を受かりましたこんな嬉しい話あらへんほんでね、君たちよかったねとで、やっぱり京都に来てよかったねって言ったら、本当に京都に来てよかった、そしてこうして消防分団員の皆さんとね、こうして地域の皆さんといろんな形で知り合って、そして自主防災会の訓練の中にも出させてもらって、すごくいい勉強させてもらいましたと、まあ、それ聞いただけでも僕らものすごいあの、しい。 同じ消防分団でもです、ねまあ、地域によってまあ偏りがあったりしてるとはこのように思ってるんですがその大学に対して何らかの形のアプローチです、ね、ができないもんなのか、まあ、やっておられるのかちょっとそれもわからないんやけどもそれも含めてお答えいただきたいしもう一つはその消防分団員としてまあかつあの経験を持って活躍された その団員さんがもしねまあ京都に来てよかったとでぜひ京都の消防局を受けたいという場合ですね何らかの形でその優先まではいかないけれども例えばアドアドバイスをね京都市まあ消防分団を通じてアドバイスをしてもらえるとかちょ直接そこのあの局消防省のねあのいわゆるあの えー、出張所なりの、まあ、消防署員さんたちが直接アドバイスをしたりとか、そういうものができないもんだろうかというような気がするんですけど、この2点についてお答えいただけませんでしょうか生田部長、はいえー、学生消防団員についてでございます、あの議員ご指摘の通り、えー、山科でも、えー、学生の消防団員、非常に多くございます。えー、学生消防団員あの5年前50 二十六年五十九名でしたが令和元年ではもう百八十七名と大幅に増えているところでございます。私も同士もやっぱりまだまだ学生さん、女性も含めてですが増やしていきたいと思っております。議員ご指摘のとおりですね、大学に赴いてのあの入団活。 えー、入団促進活動ですね、こちら、あの現在もあの消防団の充実強化チームとかもやっているところでございますが、あのまた積極的にやっていきたいと思いますし、またあの出張所にです、ね、また訪れてもらって、あのアドバイスしていただくことも、あの消防署相談いただいたら、ですねあの積極的に受けさせていただきますので、あの今後も引き続き頑張ってまいりたいと思いまますす以以上上ででござい消防局の審査を終わります。 議社ご苦労様でした。えー、明日9日、えー、水曜日は午前10時から環境政策局の審査を行いますのでよろしくお願いいたします、えー。本日の分科会はこれをもって参会いたします。委員の皆さんご苦労様でした。お疲れ様でした。お出しました。